ラッキーキリマンジャロが2024年初のデジタルシングル実感を4月24日にリリースすることを発表した。本楽曲は熊木みゆき丸舞踊の柔らかな歌声が印象的なダンスチューンで、限られた時間の中で見つけた没頭できる何かに熱中できる瞬間を大切にしたいという思いが込められている。カップリングには不安と共に迎える日々をこのトラックで踊りこなしてと言わんばかりの独特の浮遊感がたまらない楽曲次の朝が収録される。さらにはリリースの発表と同時に6月8日に大阪城音楽堂を皮切りとして全国9都市を回るラッキーキリマンジャロプレゼンツ自由獣に踊ろうツアーの開催がアナウンスされた。4月21日の東京日比谷野外大音楽堂ラッキーキリマンジャロヤオンダンサーズ2024サポーテッドバイジャック・ダニエル公演が一般発売と同時に即日ソールドアウトとなっていることから、ツアーの開催はファンにとっては嬉しいお知らせとなる。なお3月8日18時より全公演を対象とした FC 最速先行販売がスタートしている。デジタルシングル実感ジャケット2024年4月24日水曜日リリース01実感02次の朝各音楽配信サイトにて4月24日より配信開始。ライブ情報ラッキーキリマンジャロヤオンダンサーズ2024サポーテッドバイジャックダニエル2024年4月21日日曜日東京日比谷野外大音楽堂オープン17時スタート18時チケットソールドアウト。ラッキーキリマンジャロプレゼンツ自由獣に踊ろうツアー2024年6、8土曜日大阪城音楽堂6、14金曜日札幌ゼップ札幌6、16日曜日仙台ピット6、22土曜日金沢エイトホール7、6土曜日広島クラブクワトロ7、7日曜日福岡ゼップ福岡7、12金曜日名古屋ゼップ名古屋7、15月地区新潟ロッツ7、20土曜日東京ゼップディバーサ大オペン17時スタート18時札幌公演名古屋公演のみオープン18時スタート19時ファンクラブ最速先行受付中。オフィシャルファンクラブ LKDC 先行2024年3月8日金曜日18時、3月18日月曜日23時59分 https://fclukeykilimanjaro.com